私のステージと言いながらもなんかこの日はね、私となっちゃんの二人のコンサートみたいな感じにさせていただいちゃってるんですけど、ちょっと珍しいね、アメリカの曲ですね、これもこういうね、こうハモリをなかなかやるっていうもんでもないことですが、アニーローリーという曲を歌っていただければと思いますが、二人でハマらさせていただこうと思います。何して今日ぶつけたので頑張ろうか。お願いします。話によるとね、これはまあもちろんシャンソンなんですが、フランスでは今はもう歌われてなくなったと言われております。日本でのみ残っているみたいな話を聞いたことがあります。不思議ですよね。できた国では歌われなくなったんだけど、島遠い島国、日本では歌われている。とても不思議です。で、この詩は今日はね、いつもはね、人の気も知らないでという歌詞が一番有名なんですけど、今日は美輪さんの歌詞の方でいきたいと思う。美輪明宏らしくだいぶ重いんでございますが年下の男を好きになってしまったばかりに、まあ、苦労する女の物語を聞いて。年下さんはそっちじゃないですか。そうよね。だから大丈夫、いろんな経験私もしているということで、人の気も知らないで。あんたは愛を
知らない本当の愛を、安価の大きな目には快楽と嘘ばかり、あなた悲しい私の愛を笑い下げすぐ、あんたは愛を知らない、本当に知らない。私にだって若い時はよかった。でも若さって残酷なもの、冷酷、傲慢、気まぐれ。その若さに私はお金と宝石を貢いで、死を貢いで生きているんだ。若さを振りかざして、あたしを責める、すがれば冷たい目で、構わなけりゃすねたり、疲れが出てひざまずけば、嘘だよとからかう、あんたは愛を知らない、本当に知らない。ありがとう。愛を知ってるからこそ言えるのかしらね、ひろさん。はい。私に振らない。あ、すみません。さあ、次の曲も実はですね、シャンソンなんですけども、これも私も実はあ、いや、これシャンソンだったということを後で知りました。これはもしかしたら子供から大人までみんな知っている曲だなと思うので、もし歌詞を知ってたら歌っていただけると嬉しいです。それではタイトルなしでいきましょうか。お願いします。パオ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 パ
クラリネット壊しちゃったという、とても古い、まあ、同様、フランスと同様に近いでしょうか。これもね、シャンソンだということを知りました、ね、さあ、どんどんいっちゃおうかなと思います。次はピアフですね。先ほどね、5月のバラという曲を歌っていただきました。5月はバラの季節、ピアフは会いに来た女ですね。苦しい愛もあれば楽しい愛もありました。多分この歌を歌ってた時はバラ色の人生だったんじゃないかしら。ダビアンローズいきましょうか。してる人歌ってて、心惑わすいつも熱き口、私を思ってるあなたの面影、あなたの胸で私は聞く優しいの言葉、シャンソンが3曲続いたので日本語の曲を1曲いきたいと思います。5月のお花、花水木という曲です。人と陽さんが歌いましたね。日本では桜の後に咲くので4月のお花ですけども、実は北米アメリカのお花なので、実は北米アメリカでは5月に咲きます。なので歌詞の中でも5月という言葉が出てきます。とても素敵なネルスピンクのお花、大好きなお花、100年続く愛を歌った曲です。お聴きください。大好き、空を押し上げて手を伸ばす君、5月のこと、どうもか来てほしい、水木ままで来てほしい、つぼみをあげよう、庭の花
閉めてたのをちょっとずつ今ね開けようとしている感じが。どうした？感動した？解放しすぎた。収まれば大丈夫。心に触れば大丈夫。
最後の曲は、ね、しばらくね、そうですね、そうなんです。実はいつもというね、もう何年、3年ぐらいですね、1年に2ステージぐらいやらせていただいてたので、そのまあ私事なんですけれども、マイク通して話すのは初めてかもしれない。話しちゃってマイク通して、はい、実はですね、私事なんですけれども、今ちょっと子供を授かりまして、5ヶ月目に、はい、ありがとうございます。そうなんです、だからね、視点さんともまたしばらく歌えなくなっちゃうなっていうところ。でも日曜日開催だったら逆にいけるの、わかんないですけど、誰かが預かってくれるとお父さん大丈夫かしら、お父さん来れなくなっちゃうんで、そうするとね、お父さんでもどっちのパパだね、パパかお父さんだね、そう、じゃあ預かってもらえばいけるか、今日ね、頑張ってねって、はい、頼むね、よろしくね。はい、そんな感じで、はい、なのでちょっとね、しばらくね、しばらくね、ちょっとお休みに、この昼のライブちょっとお休みになりますが、多分必ず戻ってき て、はい、てき、一緒にまた歌いたいと思いますので、はい、楽しみにしていて、まずはね、からの大切にしていただいて、はい、ありがとうございます。最後は楽しくみんなで明るく元気に1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 人分の歌を歌いたいと思いますので、オーシャンゼリゼ、